リンポポ川流域とシリュリンポポ川はアフリカ大陸南部を流れインド洋に注ぐ河川である。全長は約1 6 0 0トルであり、上流部のクロコダイル川も含めると1 7 7 0トル。上流部はマリコ川とクロコダイル川で、この2つの合流地点から下流がリンポポ川となる。6 4 0トルほど南アフリカ共和国とジンバブへ及び、 ボツワナとの国境となっており、それからモザンビーク領内に入ってシャイシャイ付近でインド洋に注ぐ。モザンビーク領内で支流オリハンツ川が合流し、そこより下流では航行可能となる。流れは大きな弧を描いており、最初は北東へ向かい、途中から東に流れが変わって、最終的には南東方向に流れる。リンポポ川の水は沈霊を多く含んでいて、 流れは遅い。雨が降る時期が限定されるため、水資源としては期待できない。雨が少ない都市の場合、水が流れている日が40日以下ということもある。上流の一部には、カラハリ砂漠なども含まれ乾燥した地域が続くが、中流に入ると、ウォーターバーグ山海や落葉樹林などがあり、少数の人間が住めるような生態系ができている。下流は、肥沃な土地があり、 人口も多いが、雨季の後の洪水が時々大きな問題をもたらす。特に2000年2月に起こった洪水はこの地域に壊滅的な影響を及ぼしている。南アフリカの北東端では、リンポポ川は大きな保護区に接している。約1400万人が流域で生活しており、その面積は41万5000キロ平方メートルに及ぶ。 多くの人が生活しているため水の供給は需要に追いつかず、この地域に住んでいる人には貧困にあえぐ人が多い。干ばつなどによる作物の成長不良による飢餓や栄養失調も珍しいことではない。ヨーロッパの人間で初めてリンポポ川を訪れたのはバスコダガマの一行である。彼らは1498年にこの川の河口にたどり着いた。 この地域に人間が住み始めたのはもっと古く、近郊では350万年前のアウストラロピテクスの化石が見つかっている。リンポポ川はラドヤード・キップリングのゾウの子供という短編で有名となった。この作品の中でキップリングは熱帯の木で飾られた大きくて海力色で油切ったリンポポ川と記している。そこに二色のニシキャヘビが住んでいるとしている。 2013年1月下旬から2月にかけて流域一帯で集中豪雨があり氾濫。洪水により15万人以上が避難する災害となった。ありがとうございます。